こんにちは。今日はコーヒーの作り方をご紹介します。イタリア人はエスプレッソと言います。イタリア人にとってコーヒーはとても大切なものです。これはイタリア人の秘密が少しずつ隠されています。まず最初にとても大切なのはいいコーヒーを選ぶことです。そしてイタリア人はみんなモカマシンを持っています。このモカマシンはとてもかっこよく作られています。まずモカマシンを開けてこの中に水を入れます。線まで入れてください。そしてその後にもしあなたが濃くコーヒーを作りたいのであれば水を減らしてください。まずこのフィルターを取ってコーヒーの粉を入れていきます。たくさん入れるとこれは面白いことに富士山のように見えてくるのです。楽しんでみてください。そしてこのモカマシンに火をつけると真ん中が火山のように見えるのです。これをイタリア人は楽しんでいます。コーヒー豆を入れ終わってモカマシンを閉めるときは必ず力強くしっかりと閉めてください。もしあなたに力がないときは近くにいる優しい力強い男の人に頼んでみるといいでしょう。おすすめなのはゆっくりと火をかけることです。どうぞ楽しんでください。ぜひおいしいコーヒーを楽しんでください。ボニシモ、グラッツェ。